はい、皆さんこんにちは、ちでございます。太鼓さんやっていきましょうか。はい、次は小野重幸さんから。次ですね、おお、小野前期さん、うわ、いい鬼って書くんだね。で、生まれが分かりませんね。剣術家、はじめ、大阪淀川で船頭をしていたが、伊藤一等斎と出会って一番弟子となり剣術を学んだ。諸国を遍歴して、下総なんだ？あ、これで、そうだ、これでなんとか読むんだ。ちょっと調べましょう。ちょっとね、下に総、下総ってよかったかな。いや違うな。あ、出てきた、出てきた。これなんて読むんだ。下房、そうだそうだ、よかった、調べてよかったです。下房小金原に来た時でいいのかな。一刀流秘伝書の継承をかけて弟弟子のなんだこれ、御子神のり善のりよし小野忠明と決闘したが敗れて落命したという。この小野というのは、じゃあこの小野というのは、学んでたところの名前になるのかな。でもその時伊藤一等斎さんでしょ。ちょっと分かんないね。でもここで小野忠明って書いてますからね。まあ小野忠明さんに小野前期さんがやられたということでしょう。敗れて落命と。武力90、それだけですね。で、武術が高いっていう感じですね。次行きましょう。小野寺照道さん、生まれが分かりません。小野寺家13代当主、名は、影道とも、でもまあ、関ヶ原手前までね、ご存命だったと。父、なんだこれ。いや、読もうと思えば読めるんですけど、やっぱちょっと独特だからね、戦国の字のあのパ、セットって。の命が家臣の反逆によって果てると、難を逃れて大宝寺家に庇護される。後に挙兵して父の仇を討ち本庄に復帰を果たす。さらに周辺豪族の制圧に成功して小野寺家の全盛期を築き上げた。ああ、すごい、すごいですね。あ、でも能力もうちょっと高くてもいいんじゃないという気するんですけど、大名っていう感じしかしますか。まあそこそこ多能いう感じですね。はい、次行きましょう。はい、次は小野寺義道さん。はい、45、66、79歳でいいのかな、わかんないですけど。もうそのまま早く弾いてるんでね。145、66、多分79です。小野寺家14代当主、照道の子、長生きしてますね。豊臣秀吉の小田原征伐に参陣し、その功で所領の一部を安堵された。関ヶ原合戦では上杉景勝に味方したため、徳川方の最上義満の攻撃を受けて敗北、所領没収され小野寺家は滅亡したと。はい、能力を、この内容を読むとやっぱ負けちゃったのでね。はい、という感じですね。次行きましょうか。次は小畑寛兵衛さん、63。おお、長生きしてますね、この人も。この人も91だね。タイだね、トップタイです。武田家臣、小畑政盛の子、名は影則でいいのかな。甲州流軍学者、甲州流の軍学者なんだね。武田家滅亡後、徳川秀忠の故障となると。後出奔し放流した。放流ってよう読むかね、これを。大阪の陣の際は大阪城に入りながらも徳川方の板倉勝重に通じていたと。後幕府に仕え甲州流軍学を教授と。うわー、軍学4つだ。だから能力高いね。政務が著しく低い。でもそれ以外は全然いい感じですね。はい。じゃあ次行きましょう。オバマ、影高。ああ、もう見た感じ水軍だね。オバマかな。
日本海、出没分かりません。武田家臣、後徳川家臣、はじめ伊勢北畑家に仕え、向井正常綱と共に水軍を率いていた。後武田家の破格の待遇で登用されると、アタク船、一隻を要する船大将となった。アタク船ってなんかでかいんでしたっけ。武田家滅亡後は徳川家康に仕えて、ああ全然オバマ関係ないわ。そうなのね。あ、いやいや、まあそんな感じですね。でも水軍3つしかないんだね。4つ欲しいところです。あ、でも築城2つあったらまあいっかと。あと文学2つあるもんね。はい、で次行きましょう。はい、オバマ光隆さん、徳川家臣景隆の子、普通没分かりませんね。父の後を継ぎ徳川家の船出頭を務め、相模、ちょっと待って、これ上層って呼んでいいのかな。下房、上房、神房って読むの？この辺全然わかんないんですよね。神房って言ったら、あ、神房だ。うん。違うぞ。上総の国って読むんだって。通に点々、通に点々、どちらでもいいみたいです。はぁ、ひどいな。下は下房で、上は上総なのか。誰得？そんな読み方させてね。相模上総両国で3000石を領した大阪冬の陣では、除染となる木津川河口、木津川口、木津河口でいいのかな。でも河口の川は違うと思うんですけどね。木津川口だね。木津川口砦での攻防で、でもこれね、あ、そっか、まあ私、あ、違うな、そうだ違うわ。いや、あのね、一般的に木津川っていうと奈良県京都府を流れている、まあ国道163号線沿いを走っている川、木津川なんですよ。字も一緒なんですよ。で24号線と163号線の交差点のところに木津駅ってあるんですよね。でただ木津川っていうのはちょっと前にね、私があのスクーターでツイッターなんですけども、大阪の木津川駅、もうすっごい錆びれてる南海電車の駅、めっちゃくちゃ錆びれてます。お、ここ大阪なの？って思うぐらい。まあそこをね、教えていただきまして行ってきました。まああの動画では上げてないんですけどね。でそこも木津川っていうんで、まああそこも近く海ですからね。で、この木津川口砦の工房っていうのはね、秀吉さんと秀吉さんと毛利水軍がやり取りしたんでしたっけ。でその毛利水軍の役割というと、大阪城じゃないわ、石山本願寺ね、本願寺さんたちが兵糧攻めを受けてたんですか、城囲まれて。それの救援できたんでしたかね。なんかそんなことつい最近動画で見たような気がするんで、合ってると思うんですけど、間違ってたらごめんなさいね。はい、ああ、やっぱそうだ、伝法川ね、伝法橋ってあるんですよ、大阪。大阪冬の陣では、著戦となる木津川口砦の攻防で、伝法川口に陣取る豊臣方の大野春長の艦船、早船を、それぞれ2隻ずつ乗っ取る子を立って乗っ取ったんだね。沈めるだけじゃなく、それはすごいね。というわけで、能力はやっぱり水軍の人だね。で水軍3つです。まあでも鉄砲使えるのいいですよね。という感じです。まあ、この場合砲になるのかもわかんないですけどね。次行きましょう。はい、次は小部虎正さん。ああ、そうだ、この人武田の人でしょ多分。私まだ読んでないんですよ、下これね。いいとみって思ってました私ね。小部虎正さん、生まれが分かんない。あ、やっぱ武田家臣だね。武田家臣、山形正景の実系なのね。あ、すごいな、ここの家系。山県さんね、私大好き山県さんなんですけど、山形さんのってことはもともと、あ、どっちがどっちか分かんないね。山形さんが名前を変え、名字変えたのか、お坊さんが変えたのかどっちか分かんないもんね。軍曹赤で統一した部隊を率いて活躍する。常に先陣を切って戦い、鉱山の猛虎と恐れられた。信玄の長男慶喜の
府役を務めたが、これどういう意味なんだろうね。ちょっと意味も調べてみましょうか。私分かってないんで、府役でいいのかな。府役という漢字は出てこないね。大夫でも出てこないか。なんかもうごめんなさい、ちょっとおかしくなっちゃってます。まあまあ、もともとね、なんでね、私ね、これ博多じゃないよね。なんて読むの、なんて調べたらいいんだろう。あ、人弁二線か。あ、ちょっと待ってね、もう人弁二線で調べよう。人弁二線、あ、出てきた出てきた。人弁二線、ちょっとなんて読むのか教えてほしいね。なんて読む、ふ、あ、ふはね、ふはわかるね。大夫かなんかっていう言葉あったと思うんで、あと、つくって読むのこれ。かしづく。森。で、それはいいのね。それはいいんです。お次は、これに、なんていう字がついたらいいんだろう。ちょっとごめんなさい。ん？あ、役か。役って入れたいんだね。いや、やうって言っちゃった。森役、あ、府役でいいのか。跡継ぎを育てる役目のことで、そういうことね。古くあったようだ。よく知られるようになったのは戦国時代の頃からで、豊臣秀吉の子秀頼の府役、森役、府役、どって言うんだろうね。前田利家だった。国を治めるトップの跡継ぎを育てるのだから凡庸では務まらない。主君の子だからといって遠慮しては教育にはならないし、時には厳しいことも言わなければならないと。なるほど、それを務めてたのね。慶喜の謀反未遂事件に連座して責任を取り、自ら果てた。あ、そうだ、信玄さんの長男。まあこれね、信玄さんが悪い気がするんですけど、今川でしたっけ、今川さんと同盟す、あ、高孫孫今高孫さんさんって言いかけたんで、三国同盟あとね、あるみたいなんで、それの絡みでしたっけ。今川さんとこの娘を自分とこに、自分とこの息子にめとらしたんですよね、この慶喜さんに。でそこで今川行っちゃうよってね、その桶狭間で力いきなり失っちゃったんでね、やっちゃうよって言った時に、そうだ、まあね、慶喜さんからしたらそれは不義理だってなるもんね。でこの未遂事件に連座、この戦国時代も連座ってあったんで、まああるかね。そうだね、連帯責任取らされたら連座になるもんね。あ、そういう感じなのね。いや、なんか別で言うんだろうね、このおぶさんめちゃくちゃ裏切りまくったみたいな感じで、その武田家だっけ、あ、違う人と勘違いしてんのかな。勘違いしてるかもわかんないね。これで見るとだって魅力78もあるもんね。え、いや、山健さんに、まあ、ちょっと劣るかもしれないですけど、いや、それでも負けずと劣らずと言っていいんじゃない。やっぱ牙なんですね。はい、次行きましょう。おお、小山田重政さん、なんかかっこいいねこれね。はい、37。お、長生きしてますね、この人も。130-61だから75歳ぐらいまで行ってますか。76歳。137から61引くんですよね。137から61、75歳かな。いや違う、76歳だ。もうこのイメージがね、そろばんってイメージめっちゃ大事なんですよね、その暗算は。こう指でそのイメージを弾くっていう感じにするんですけど、もう私ももう錆びついてダメです。はい。もう私のね、イメージのそろばんってもう、弾の数が多分バラバラだと思うんですけどね、各列で。おかしいですもんね。はい、小山田重、信重に、あ、武田家臣、後、真田家臣。お、そのまま言ってるんですね。小山田重信、あ、信重に、一門武将として、一門武将かな、これ。武将として従っていたが、武田家滅亡後は北条家に仕えた。その後、北条家も滅亡すると、真田家の家臣となり、真田昌幸の長女、村松殿をめとる。大阪の陣では、信幸の代わりに参陣した信義、信政を補佐した。あ、でも思ったより能力が高くないんですよね。かっこいいのにね。はい。これデザイナーさんの人の、意外にデザイナーの方がやっぱこういうデザインをするから、
あの戦国時代好きでなんか思い出がある人はなんかねいいのやっちゃうちょっと二階堂さんが哀れだわ、かもしれないですけど、はい、まあこんな感じなんですね。まあ、魅力は半分ぐらいですね。はい、次行きましょう。はい、あ、いい時間になっちゃったね、ごめんなさい。ここで終わっておきましょう。じゃあね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。